メリークリスマス。ああ、本当に賑やかですね。そりゃそうだろ。クリスマスだからさ。で、普段何を知ってるんだ？クリスマスに。家族を揃って家でのんびりとか、ファミレス行くとか、とにかくこういう風に街歩いてるとあんまりしないかな。俺もあんまりしないな。寒くなったら部屋で引きこもってカップラーメンを食べて、まあすっごく寒いなら出たくない感じだよな。なんとなくわかる気がする。あ、クリスマス木だ。あー、すごくいっぱいだな。綺麗ですね。うん。あれ、ここは違う方向かな。なんだかカップル人たちがさっきよりもっと増えるんですけど。左折しようか、あっちの方。その前にちょっと待ってください。なんかちょっと疲れてます。大丈夫か。うん、少し。見てあれ、嘘でしょ。なんか可愛くない？みんなはなんかこっちの方へ見てるんですね。なるほど、そういうだったか。ユタ、上を見ろ。上？え、あれってあれですよね。あれだな。どうしよう、みんなこっち見てる。さあさあ、なんであんなところで宿る気なんてあるんだろう。カップルがいっぱい集まってる場所みたいだな。だからあんなに吹いたんですね。それよりどうする？え？どうって？このまま帰ろうか。それともあれをなんとかしたいのか？え？キス。サイザーは本当にいいんですか？まあキスならいろいろあるけどな。唇だけじゃねえだろ。物語の方は口をキスするけど、今は誰も見てないし別にいいだろ。もちろんお前の方からだな。え？なんで僕からなんですか？だってお前がいきなりあの木の下で止まったからだろ。わざとじゃなかったんです。知ってるなら止まってるなんかしなかったんですよ。いいからやれ。さっきより寒くなったぞ。帰りたくねえのか？さやさんは本当に楽しんでるよね。こういうふうに僕をからかって。気のせ汗だ。さあこっち来い。じゃあほっぺで。チロチロ見ないでください。目閉じて。やだ。よくできました。それじゃあご褒美やろか。こんな顔も姿も他の人に見せるな。俺にだけ見せろ。いいな。メリークリスマス、ユウタ。サイさん。耳まで真っ赤だな。大丈夫か？サイさんは意地悪んです。お前だけにだけどな。